まあ、一番はお客様が安心して安全に列車に乗っていただくことだと思いますので、ゆきわた、本間美月さん26歳です。越後ときめき鉄道の設備センターで線路の整備や管理など保線の業務に当たっています。5番から黒い発車了解です。こちら双葉3番方向大使館業です。渡辺さん、そっちで待ちで。保線の基本は巡回です。25メートルおきにあるレールのつなぎ目をスパナーで叩き、音を聞き分けながらボルトの緩みなどを確かめます。仕事はすべて線路を歩きながら、動く列車と列車の間を狙って素早く点検していきます。直通は結構場所がいいんですけども、山奥になってくると避ける場所も限られてくるので、まあ、狭い箇所での待機はとても危険ですけども、あらかじめそういうちょっと広い場所を選んで安全に避けられる準備はしております。この日は5人1組、本間さんが責任者としてチームの指揮を取ります。本間さん、黒いから5番、到着ルートコースどうぞ。はい、黒いから5番到着ルート、こちら2番3番で支障ありません。作業員の命を預かる役目でもあったので、作業責任者という立場が与えられた際には上司関係なく、まあ、自分がしっかり、意見を言えるような立場でいられるよう心がけております。当初3番だったのが7番に変更了解です。4076、11時25分7番。越後ときめき鉄道の路線は妙高市、上越市、糸魚川市を結ぶおよそ100キロあります。いずれの線区でも冬場に欠かせないのが除雪です。この日本間さんは専用の除雪車を動かす講習会に臨みました。冬の緊急対応に備え日頃の訓練は欠かせません。低いですけどまあ我々が除雪しなきゃ皆さん列車に乗れないので、そういった使命を持って日々除雪作業を行っております。切符を売ったりとか列車を運転するという花形的なところではなくて、技術職専門の部署になります。かっこよく言っちゃえば縁の下の力持ち。本間さんは入社5年目、その対応力と責任感は職場で信頼されています。フットワークもいいですね。2月にですね、線路と線路の間にある建築物がこう傾いていて、そのまま列車が走ると当たるっていう接触してしまうっていう事象を発見してですね、もうその場ですぐ直していただいて、これはグッドジョブでございまして、事前に列車に接触するで列車が止まるっていう事故を防いでくれた。本間さんは子どもの頃から鉄道が好きでした。祖父母の家が JR 新津駅のすぐそばにあり、たくさんの思い出があるといいます。祖父母の家に行った時には夕方マイセールもその時通ってたので、家族みんなで総出で歓迎するというか手振ったり歓迎するというので、まあ SL 自体にはすごい愛着がありました。そして今、本間さんの鉄道愛と責任感がとき鉄を通じて地域の暮らしを支えています。入社時よりは成長したなとは思いますけども、こういう仕事は結構経験が大切な仕事だと思うので、まだまだ私自身知識と技術が足りてないと思っているので、先輩方から多くのことを吸収して一人前の技術者になれるように頑張りたいと思います。